ニコさんのチョコレートパフェ、とっても美味しそうですね。そういうしずくはフルーツ白玉あんみつ。なかなか渋いチョイスね。もうじきお月見ですから、季節感を大事にしようかと思いまして。それじゃあ、早速いただきましょうか。いただきます。あ、とろけちゃう。ベリー風味のチョコレートムースもいい感じね。白玉あんみつも負けてませんよ。フルーツと白玉、夢の共演です。ほう、そうなんだ。さっぱりとした喉越し、あんみつも悪くないわね。ああ、私の白玉。ニコさん、ひどいです。わかってるわよ、わざとやったの。わざと？しずくはお月見と言ったら何を思い浮かべる？そう、お月見と言ったらお月見泥棒よ。お月見には必ずお月見泥棒が現れるものなの。だから私は白玉を盗んだ。季節感を大事にしたいというあなたに協力してあげたってわけ。もう苦しい言い訳です。ニコさんが食べたかっただけですよね。まあそうとも言うわね。ニコさんはずるいです。私は母からそんなことはしてはならないと小さい頃からきつく言われて育てられました。それを平然とやってしまうなんて。私もいつかやってみたい、そう思いながらこれまで生きてきたのに。それは大げさじゃない？しかしこれは千載一遇のチャンス。私も今日ばかりはお月見泥棒を演じさせていただきます。私のパフェ？は？まさにパーフェクト。カカオの香りがたまりません。私、あんみつかパフェどっちにしようか迷ってたんですよね。あ、あんたも？じゃあ、ニコさんも？ええ、だったら最初から。シェアすればよかったですね。